ティムタムティムタムはオーストラリアのアーノッツビスケット社が1963年から製造・販売しているチョコレートビスケットの菓子である。オーストラリア以外ではニュージーランド、ニューカレドニア、アメリカ合衆国、カナダ、日本、スウェーデン、インドネシアなどで販売されている。ビスケットに様々なフレーバーのクリームを挟み、全体をチョコレートでコーティングしたもの。 その商品名は創業者の一人であるロス・アーノットが1958年に米国でケンタッキーダービーを観戦した際優勝したサラブレット競争馬、ティムタムから名付けられたオーストラリアのスーパーマーケットや土産物店で容易に入手できオーストラリア土産としても人気定番商品の一つであるアーノッツ社は現在は米国キャンベルスープカンパニーの参加にありティムタムは 米国やカナダなどでも輸入菓子の人気商品である。オーストラリアの隣国インドネシアでは現地生産されており、本国オーストラリアよりやや安い価格で販売され、やはり人気の商品である。日本国内でティムタムの輸入はキャンベルジャパン株式会社が行うが、現地でしか入手できないフレーバーも存在する。他社による並行輸入もされているがこの場合、オーストラリア製ではなく、 インドネシア製の場合もある。ありがとうございます。